RZ250 外装を変えて塗り直しました。サイドカバーが RD350 になりました。 250cc なのに。そしてだな、何が何だかこのままじゃ分からんけど、このタンクは FRP ですよ。すんげえ軽い。とうとうこんなもんに手を出してしまった。ヘールカウル、ヤマハがつきついた。んーげえな、さすが塗り、今塗りたく、塗り、ん？納品したてですわ。んーげえ、ビカビカじゃん。アップじゃねえや、全体像で。かっこいい。レインボーカラー。すごいね。そうだ、これを言っとこうか。リプロで、中国製でリプロで RZ 用のコックが、構造が全然違うやつといったって、純正 RZ の構造ではなくて、中身ばらしたらわかるけど、今のコックの構造のやつがもうバカなんで全然ダメだっていうふうに言われてるけど、ところがこれは、全く大丈夫だった。7日間ぐらいガソリン漏れを試したけど全然大丈夫だったわ。なのでこのコックはなんだっけ、 RZ の新品買うと1万2000円ぐらいだけど、1000円ぐらいで買えるんで、これはおすすめかもよ。実は壊れたって別にいいし。ねえな、かっこいいな。RZ はいいですね。はい。じゃあ、またちょっと走ってみます。終わり。